乃木坂46柿きはるか、全国ツアー中の、お楽しみ、お沸かす、全部食べようっていうチャレンジを、7月13日放送の東京 FM、スクールオブロック内の、乃木坂ロックス、に、乃木坂46柿きはるかが出演、ライブのケータリングについて語った、 番組内で、リスナーからの、北海道で食べて美味しかったものは、といった質問メールを読み上げたカキは、7月の1日、2日に、乃木坂46真夏の全国ツアー2023の北海道公演が行われたことを報告。続けて、いっぱい食べました。ケータリングにスープカレーのお店の方が来てくださってて、スープカレー食べて、あと、 北海道のアイスみたいなのも置いてあって、ヨーグルッペ。みたいな、ヨーグルト味の紙パックに入ったやつ。あれをね、ずっとマユタン、サムラマユが飲んでて、これ美味しい。本当美味しい。持って帰りたい。って言ってね、飲んでた。と、ケータリングを楽しむメンバーの様子にも触れながらトーク。バ、ま、ル、さらに、天然かき氷。 ふわふわのかき氷のお店の方も来てくださって、いちごミルク味と、紫芋味っていうのがあって、初めて食べたんですよ。紫芋味のかき氷、めっちゃ美味しくて、今まで食べたかき氷の中でもトップクラスに入るぞっていうくらい、見た目は結構紫のソース。かかってたので、これ大丈夫かな食べて、とか思ったけど、めっちゃ美味しかったんですよね。さすが北海道、全部美味しいと思って、と、 北海道のグルメを満喫したことを明かした。バル、そして、今年の真夏の全国ツアーは、全国各地でケータリングのものを全部食べようっていうチャレンジを勝手にやっているので、また食べたら言います、と、各地でのケータリングもツアーの楽しみの一つになっていると明かしていた。